東部スカイツリーラインと接続している東武鉄道の路線を紹介しましょう。曳舟駅です。曳舟駅では押上、東京メトロ半蔵門線、東急田園都市線方面と東武亀戸線に接続しています。2003年の3月に東武スカイツリーラインと東京メトロ半蔵門線、東急田園都市線との相互直通運転が開始されました。これにより乗り換えなしで都心や神奈川方面とのアクセスがより一層便利になりました。東武亀戸線は、曳舟駅と亀戸駅を、およそ8分で結んでいます。沿線には、水害を免れるために、祈願された亀戸水神があります。西新井駅です。西新井駅では東武大師線に接続しています。東武大師線は西新井駅と大島駅を結ぶわずか1キロの路線です。沿線には関東三大師の一つに数えられる西新井大師があります。春日部駅です。春日部駅では東武アーバンパークラインに接続しています。東武アーバンパークラインとは2014年から東武野田線に付けられている愛称です。沿線には醤油を主とする調味料の会社キッコーマンがあり、野田市から柏まで醤油を運ぶために建設されたのが野田線の始まりです。
東武動物公園駅です。東武動物公園駅では東武伊勢崎線、東武日光線に接続しています。東武伊勢崎線は館林や足利市、太田を経由して伊勢崎駅に至る路線。東武日光線は南栗橋や新栃木、新鹿沼を経由して東武日光駅に至る路線です。